日本三重県に島市浜島町日山路浜島町日。日山路は三重県に島市の地名。郵便番号は517-0401。面積3.250平方キロメートル。稲作や柿の栽培などの農業と水産業を主とする地域である。島市の中西部に位置する南北に細長い地区である。南側の日山寺川河口で阿吾湾に隣接する。 初吹き、下城、上城の三つの集落からなる。西側が、渡来郡南伊勢町に接する。檜山路を流れる檜山寺川では、節分から約1ヶ月にわたって白漁が行われ、川口では、青のり養殖が9月から5月にかけて展開され、漁業権が設定されている。北は、島市磯部町日山、東は、島市浜島町挟ま湖、浜島町塩谷、南は、 浜島町塩屋、浜島町、浜島、西は、島市浜島町南張、南伊勢町下津浦、南伊勢町上津助と接する。島地域合併協議会は、2003年6月20日に、町名、あざめの取り扱いについて協議し、日山炉の表記に、日の木ではなく、日の木を用いた、ウェブ4。ただし、地名の由来となった北隣の磯部町日山は、 ヒノキを用いている、ウェブ 4? 実際には、どちらの地区も、ヒノキ、ヒノキの両方が用いられる。古代には、塩屋の出京であったと伝えられ、ヒヤマロでは白尾をとっていた。地元では、平家の落ちうぞの伝説が残る。安土桃山時代には、久喜吉高が、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に建造した、日本岩という観戦の竜図に、 ヒアマロから切り出されたクスの巨木が使われた。海を通して、木の国との結びつきが強く、ヒアマロからわら、むしろ、草履、魚皮が出荷され、奇州から材木を受け取っていた。江戸時代には、島国阿呂軍の片組に属し、ヒアマロ村として、鳥羽藩寮にあった。延響三年の村高は八十三国と少なかったが、柿の生産が盛んで、ヒアマロ柿と呼ばれて、 島国一とされた。小規模な漁業も行われていたようで、3艘の船を所有し、アコヤ貝白魚の上納を行った記録がある。明治時代以降、浜島村、浜島町、島市の大技として続いている。南針を除く浜島町の各大技と同様、木山路は両母星を取っていたが、時代の流れともに田母星になった。 檜山路を流れる檜山寺川は昭和28年台風第13号や伊勢湾台風などで堤防決壊、家屋浸水などの被害をもたらしてきたが1989年から1991年にかけて毎年台風や集中豪雨による氾濫で20から30個に浸水被害を与えた。そこで1994年度より河川改良事業が行われている。 北隣の日山へ至る道という意味。この道は浜島行動と呼ばれた。2019年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。Web1。1745年以降の人口の推移。なお、2005年以後は国勢調査による推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる Web8。日山路には元来、漁業を修行とする者はなく、漁業権は浜島漁業共同組合が免許を有していた。近隣のハサマコや塩屋も同様であった。その後、地崎海面漁業権の獲得を目指して、日山路ハサマコ、塩屋の住民と浜島漁協が激しく争い、1903年6月に、 入漁権の契約が提携された。しかし、三地区にとっては、わずかな権利が得られたのみであった。続いて1907年1月に、新宿各漁業権の争いが、勃発、三地区は、浜島漁協に漁業権管理を委託、各地区は個数に応じた、配分金を受け取ることで決着した。特に漁民が例人だった、ヒアマロは、浜島側からの切り崩し攻撃を受けた。 こうして、漁業権で苦い経験をした産地区は、浜島漁協に対抗するための組織の必要性を痛感し、1911年に、ハサマコ潮や、ヒヤマロ漁業共同組合を発足させた。事務所は、ハサマコに置き、ヒヤマロからは34人が組合に加入した。しかし、浜島漁協の漁業権免許更新期が来るたびに、 漁業権獲得に向けて戦うも勝つことはなく、浜島漁協から太与という形での創業を続けた。1944年には、組織名を、ハサマコオや、ヒヤマロ漁業会と改めた。第二次世界大戦終結後、1949年に、ハサマコ地区が、ハサマコ漁業共同組合を設立。ヒヤマロも、翌1950年8月15日に、 ヒアマロ漁業共同組合を設立した。その後、ヒアマロ地区単独での漁協経営が長く続いた。1958年からは、区画漁業権を取得し組合で、青海苔の養殖を開始、1965年から、組合員による経営となった。また、1960年には、真珠母貝の生産を始めるも、1965年には、真珠は、不況となり、 川口で、にじます飼育を試みるも失敗する。同時に始めた海上キャンプ村は、成功を収めたが、1975年には、宿泊施設として不適切とされ、廃業した。その代替事業として1979年に、イカダ釣り基地を作った。2002年7月1日に、アゴ湾岸ンンの漁協が大合併して、島の国漁業共同組合が発足、ヒ山ロッシュショとなった。 さらに2010年2月1日には、三重県南部の漁協の広域合併により、三重外湾漁業協同組合が発足、ウェブ級、島市署浜島事業所ひやまろとなった。ひやま峠磯部町ひやまから浜島町ひやまろを望む、鉄道は通っていない。最寄り駅は、近鉄しません駅。路線バス三重交通ひやまろバス停道路、浜島ふるさと公園は、 三重県島市浜島町日山路五百553番地1にある運動公園。1996年7月開園。2009年4月より無人化され、施設管理が浜島 B&G 海洋センターに統合された。テニスコート、夜間照明付き多目的グラウンド、一機の遊具のある芝生広場、体育倉庫、管理棟、トイレ。 38台収容の駐車場がある。浜島ふるさと公園の設置及び管理に関する条例により、島市が設置する。鳥羽島中学校総合体育大会のソフトテニス競技の会場として利用される Web11。また、島テニスクラブがホームコートとして利用している Web12。島地域が合併競技会学校教育関係の取り扱いについて ひ山ま地区、ひ山地区と表記されている。ありがとうございます。